はピョキンです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、フィッシーズアワーベストフレンドかっこトロールということで、魚は私たちの親友ということでしょうか。本当にそうなのか。いつもワカスがやりに来るけど、そんなタイトル名してるぐらいだったら今日は協力してくれるんだろうな。なあ答えてくれよ。なあったら魚もうオープニングでこんなんだったら最後まで持たない。なので今日は絶叫禁止でいきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.37%。 最近知ったんだけど、イオンで和音ってあるじゃん。あれで決済すると和音って言うんだよね。いやこれみんな知ってた。僕最近知ったんだよね。いやめちゃめちゃ恥ずかしいなと思います。生まれてこの方68年間生きてきてますけど、はいどうもこんにちは。どっかで魚が飛んでくると思ったけど意外と来ないもんなんだね。快楽魚ね。まあまあこんくらいぐらいは全然許そう。多分ね、久しぶりに自分が主役っぽいコースだからちょっとテンションが上がってるんだよ。土管に入れませんね。こんなことで僕が怒ると思うなよ魚よ。僕は怒るという感情を忘れた人間さ。じゃあここは50コインを信用していく。え、あ50コイン合ってたんだね。ただこっからどこに出るかなんだけど、あゴロコインどもが。これがいいヒントになったんじゃない。今日はデカコインの方を信用すれば先に進めるルートが開けるみたいな。だから今日全部デカコインの方を信用していこうか。でこの土管入れるのか。入れるわけねえだろ。その土管は反対向いてんだよ。そして次はオンオフだね。オンオフして常に右にダッシュ。わかってるわかってる。でマスターソード取るふりしてみる。絶対なんか来ると思うんだよな。ほらほらね。で左のマスターソード取っていけっていうことか。さあ来るんだマスターソード、一緒に行こうじゃないか。そしてここのブロックを壊していく。でここヒップドロップでオンオフを変えて OK みたいな。右下に USA が出てきてるね。 USA じゃないといけないのか。でもまだ救世主あるよ。このハテナブロックはなんだ。いや今なんか魚出てこなかった。いや爆弾出しておけ。頼む早く爆弾でブロックを壊して。どのタイミングで USA 出てきた。一旦左にリンクが出るでしょう。このリンクを取って壊せっていうことなんかな。このブロック、ああ勝手に壊れるんだね。でここで USA 取ることによって右の土管に入れると。本当に入れるのか。頼む素直に入らせてくれ。チビじゃないといけないとかそういうことはないよな。オッケーオッケー。でがキノコの状態でよかったね。そしてここで何もしない。よしよし。わからない。ここの進み方がまだわからない。わかっているのは僕がうるさいという現実だけさ。ここにツタが出てきてくれるのね。そんでさ、このガリガリの中から絶対魚が降ってくる。だからゆっくり行こうか。絶対降ってくるんだろ。来るな来い、来るな来い、来るな来い、来いよ。たまにはさこういうさ、何が出てきそうで何かで踊らないでやめてくんないかな。今ちょっと噛んだね。僕降ってくるの期待したのにさ、ここで降ってくんだあー今日めっちゃくしゃみ出るんだよね。絶対誰か噂してるんだよ。めっちゃかっこよくて頭おかしい奇声系 YouTuber がいるんだよねって。じゃあここはパウに乗った瞬間すぐバネを避ける。そしてこの鍵をどうにかして手に入れるってことだよね。やっぱ左に鍵道があるからさ。じゃあオンオフをする。そしてこの亀を踏んだ瞬間すぐ扉に入る。オッケー。そろそろ中間ポイントあってもいいんじゃないかな。中間ポイント見えた。キノコを持ってこいって書いてるな。だがあんなパー君僕に倒せないと思ってるのか。52年間温めてきた必殺技を見よう。逃げウルトラミラクルローリングスペシャルスーパーローリングミラクルサンダーバッファーチャー投げんだよ。さあここからキノコがどこにあるか探す。何それ歌うな。こんなことばっかやってたら絶対にいつかオファーが来るから。ビオキングさんメジャーデビューしませんかみたいな。まあまあこっからどうするかマジで分かってないんだよね。ここにハテナブロックが隠されてるのは分かってるんだけど、とりあえず鍵取っておく。鍵取ってから、あそこにキノコが出てくんのね。そしてこの鍵ドア入れば中間ポイント取れるっていうことでしょ。罠が変わってるとかないよな。右にダッシュしていくよ。え、これ上入れないっていう感じかな。じゃあ下の土管入っていきましょう。そしてここはホールド上。分かりました、常に上を。こっからじゃないのね。こっから常に上を引っ張っていうことね。僕は常に上を引っ張するよ。それでいいんでしょう。合ってる合ってる合ってる。え、マジで合ってる。ここも上を引っ張ってことかな。これはあここ優しいね。上ホールドで絶対罠に引っかかると思ってたんだけど、素直に進ませてくれるみたいな。じゃあここは右の持ち返して寄せる。絶対あそこいいよ。ここ行っていいと思う僕。ほら激アツ。セ
命名されたのござる。なるほど、次は50コインの方を信用するなってことだから、次はデカコイン信用していいよ。そしてここは右に一旦行ってみよう。何もないか。じゃあこのピースイッチを押した瞬間すぐ右に行く。タコは引っ込んでる。さっきのくしゃみからさ、めっちゃ鼻が詰まってるんだよね。だから鼻声だったらマジで申し訳ない。あ、鼻声って言ってもあれだよ、鼻に何か詰まってる感じの声じゃなくって、鼻のように綺麗な声っていう意味ね。僕ってさ、声美しいじゃん。それで魅了しまくってたらごめんみたいな。ここは何か移動する。左、真ん中、右だ。うますぎる。ごめん、先に謎を解いてしまった。でも上のって書いてるね。上行ってみようか。完全にやられたわ。ここまで来てツタが出てきたらさ、絶対ツタの方行ってしまうよね。こんなところにバー設置してたら。じゃあ土管に入っていく。土管には入れない。ということはこのツタに登っていけと、そういうことだね。さっきと似たような場所だね。次は魚降ってくるんじゃない。次こそ降らしてくれ魚よ。うん、やっぱ来ないと思ってた。で次はパウを叩いて何もしないで。オッケー、合ってる合ってるっぽいよ。そして次もまたオンオフしなくちゃいけないのかな。あ、オンオフできんっぽい場合、隠しブロックがめっちゃ設置されてる。じゃあ鍵を取ってまた何もしないでおこうか。そしたらキノコが出てくるわけでもない。じゃあ鍵扉に入っていこう。次の場面はなんだ。何もないのか。スマイリー、どうもこんにちは。さあチェックポイントにそろそろあってもいい頃だと思うんだけど、ファースト、ここは右に走っていけということ。ああ、超魚。うるすごくうるさかったですね。申し訳ありません。あの花ちゃんがね降ってきた時点ですごく怪しいと思って立ち止まってしまったね。なるほど、ここでチェックポイントにっていう感じか。いや、そんなの引っかからないよ。ちょっとタイミングが遅かったね。でこの土管でいいのかな。なんか他にも入れそうな土管あるんだけど、上怪しくない？いや、すげえ怪しい上の土管。頼む、入れさせて。え、ちょっとまずい、これは鈴じゃないの。ちょっと待ってくれって、頼むって。僕を誰かやってよ。一番上あそこ隠しブロックないかな。頼む。ガバ発見しました。戻ってきたよ、この場所まで。最初からやり直してさ。無駄だったね。相当無駄な時間だった。上行っても何もないとか、あそこに隠しブロックを設置してて欲しかったね。ここは何もしないで。そうしたら左に魚が来ると思いきや何も来ない。今キノコ取らなきゃいけないみたいな、そういう感じだったんじゃないのか。どけやろー。それさえ分かればこっちのモンスターこの辺でキノコが落ちてくる。なんか違うな、さっきのなんか違うぞ。ということはキノコがどこにあるかなんだけど、あーね、ここでパックが倒されるように変わってんのね。そしてここの四角の枠かハテナブロック、それとブロック、ブロックを叩いてみよう。あってないよ。ここはもう見通しだぜ。魚が降ってくるということだけ。そしてハテナブロックを叩いたら何もない。ということは左の方を叩いて一旦右に寄っておこうか。なんなんだこれは。面白い仕掛けを設置してくれるじゃないか、制作者さん。じゃあここは右の方だけ叩いて土管の方に入っていけっていう感じだね。もう全部引っかかったんじゃない今のところ。ファースト、ここも右ダッシュしていく。それで合ってるよ。いや本当に、いや今のところダッシュしたらいけないような気がするな。ちょっと見ておけばよかったね。そしてここは何もしない。そしたら鉄球が出てくるのは大体分かってた。でここは、いや何もないか。隠しブロックあると思ってたんだけど、じゃあ叩いて。あっあっあっ、頼めて、なりませんだって。僕は避け続けるよ、この火の玉を。さあ狂いでバブルよ。あっちゃー。さーて、もうクリアしますか。僕は喋らないで本気でやればちゃちゃっとクリアできるということを証明したい。見ててみんな、ここは左っていうのはなんだ。何も起きないか。じゃあこのフラワーをタイミングよく取っていけっていう感じだよ。キャカー、オッケーオッケー。あっあっあっ、溶けるな。じゃあ下のフラワー取るなってことだったよね。だからこのまま右ダッシュして USA 取って、これフラワーで行くのかどっちなんだ。フラワーで行ってみるか。頼む、フラワーのままこの扉で合ってて。合ってる合ってる。そして、うわ、下どっちなんだろう。こっちをさ USA で行けるよね。だからここは一旦下、これちょっと難しいな。これ本当に合ってんのかこれで。上行ったら死にたいけどか、そういうのはないよな。頼む、どこ行けばいい。真ん中信用するか。頼む、オッケー、うますぎ。そして鉄球を壊してこのまま上行っても何もないと危ないね。そして50コインの方を信用する。あのキノコを取って50コインの方を行こうか。頼む、合ってて。それでもう一丁。そして、あーおっけー、そんくらい避けねえんだよ。待ってキノコ様、邪魔すんだー。
じゃあ次は何もしないで降りてみようか。これで進めるんだね。いや、あんなところにオンオフがあったらさ、絶対叩いてしまうよね。そしてここは右に進めないで。やめろー、上くっそ、タイミングよくジャンプしたらあの動画の方逃げれるかなと思ったんだけど、じゃあ早く右に行けっていうことか。いや、中華コイトマシ、嘘でしょ。いや、こっから何か違うパターン来て、頼む。ホールの上、実はこの上がゴールみたいな、そのことが待ってるとか。うわ、ないよな。くっそ。じゃあここで P スイッチを押して、またさっきとは何か違うパターンだね。え、これもしかして下ゴールがあったみたいだ。そっち、え、これどうやって行けばいいだろう。もう無理か。じゃあここでやられて、もう一回やり直しっていうわけでもないね。いや、まだワンチャンあるよ、全然ある。え、こっからなんか変わるみたいな。え、左でやられるのかな。あ、違う。やった。いやー、このコースゴール前めっちゃ親切設計だね。でね、このコース2もあるっぽくてさ、2の方がめっちゃ難しくなってるみたいなんだよね。ぜひまたいつかの機会にやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ジャンピング&スターズアーイリーガルということで、このコースね、一発マリオじゃないんだけどめっちゃ面白そうなんだよね。ジャンプとスターは違法だっていうことから、ジャンプとスターを取ったらいけないようなコースだと思うんですよ。だいたいさ、こういう縛り要素のコースって一つだけ禁止っていうのが多いと思うんだけど、今回は2つも禁止されてるからさ、どんなコースなんだろうと思って、多分結構難しいと思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.85% でさ、説明文にバウザーハズカメラって書いてたんだけど、クッパはカメラの中でいるっていうことなんかな。でもさ、この状態でクッパの火まで生えてきたらめちゃめちゃ難しそうだよね。とりあえず一旦ジャンプしたらどうなるか見てっていいかな。こっからジャンプしたら、あー、やっぱりね、面白そう。まあまあ、こっから本番開始っていう感じだね。最速が3分ぐらいあったから、めっちゃ長いコースと思うんだよな。で、僕気になったんだけど、このバネに乗って大ジャンプ、 A ボタンも押したらダメなんかな。どうなんだろう、一回にやってみる。ダメなんかーい。さあ、ここから本気出していこうか。まあ最初らへんはね、全然難しくないと思う。僕にとっちゃヌルゲーだね。スーパーマリオブラザーズで言ったら7の4ぐらいだよ。多分そんくらいぐらいの難易度だと思う、このコース。さあ進んでいこうか。次はこのオープン乗っていけっていう感じだね。これさ、大ジャンプもできないから調整が難しいね。で、ここはこの場所でいい。やめてくれ。いや、おもろいわ。これが本来のさ、マリオメーカー2のあるべき姿なんじゃない。僕はなんでトロールコースばかりやってるんだろうって本気で思ってしまうね。トロールコース引退しようかな。ここちょっと難しくない？どっから行けばいいの？ああ、なるほどね。このオープン乗ってスターを乗り越えていけと。そして上から2番目のスター、さっさどっか行ってくれ。さあ、これで次に進めるね。中間ポイントは、あ、ここで中間ポイント取れるのか。うわ、ちょっと難しそう。ここタイミングよく上がっていけばいいんだけど、このタイミングか。オッケーオッケー。そして降りるのは簡単で、スターは あの線の通りなぞっていくってことだから、あ、ここ地下ブロックがあるのか。地下ブロック落として上に行けと。いや、ちょっと待って、あ、来ないで。スターを追いかけながら早くちくわブロックを落とせっていうことなんじゃない。だからスターが行った瞬間すぐちくわブロックを落とす。これで先に進めるね。もう分かってしまえばこっちのもんなんだよ。頼む、早く見切る。スターはダメだよ。さっきここで撮ってしまったよな。ごめんね、なんか汚い声聞かせてしまって。スターはダメだよっていう声相当汚くなかった。あ、ここは全然余裕。そして次は上がちょっと難しそうなんだけど、なんか四角の枠があるじゃん。あそこが安全圏っぽいんだよな。だからあそこにどうにかして早く行けっていうことだろうと思うけど、どのタイミングだろう。ここは安全圏でしょ。そして次は、あー、むずけーなー、これこのタイミングか。オッケーオッケー。そして次は行った瞬間でしょ、ここで。次の右のスターが行った瞬間行こうか。このタイミング、はい、ガミー。やべー、相当目が疲れてきた。これタイミングがマジでむずい。次がどこ、次が分かんねえ。あのスターが、どのスターだよ、分かんねえんだよ。ここか。オッケーオッケー。いや、マジでむずいね。いや、こんなの無理や。なんなんこれ。どこのタイミングで行けばいいの。いや、意外といけるもんだな。そして次はこのタイミングだ。そしてここもこのタイミング。さあ、なかなかいいよ。
ここ一旦下に降りてバネに乗っていく。うわこれ難しい。この3つのスターが行ったところだね。でこの交差したところでまた進む。なかなかいいんじゃない、こう見た目だけだね。で次は、上に行った時がいいかな。あどっちでも良さそうだね。これゆっくり行けばいける、全然余裕だね。ちょっと黙ってマジで集中していい？いや違うんだって、ここ見た目はやばいよね。サムネしようかな、ここ、この状態でクッパを倒せみたいな感じが出てきたらめっちゃ面白そうなんだけどね。さあ残り1個、これでチェックポイント2かな、どうなんだろう。チェックポイント2は、え、まだ、あ、もしかしてもうこれで終わりっていうパターンかな。でもさ、3分って書いてたからまだあると思うんだよね。あ、終わりなのか。どうもありがとうございます。いやこれね、適度な難易度でマジで面白かったね。ぜひおすすめこのコース。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。